遊雲モ型四番艦の長波です。あの対戦では、主に輸送任務に従事しましたけど、いくつか大きな作戦に参加して、機関として活躍したこともありますよ戦場でのピンチは、お互いのことを信じ合っていれば乗り越えられる。きっとここが母校ですかあれあ指揮官 友型四番艦長波、ようやくお会いできました。えっ、ー、と、自己アピールは、好きです。指揮官のことも、みんなのことも。指揮官、お帰りなさい。えっと、長波はいつまでもここにいます。だって、だって、指揮官のそばが一番幸せですから。 なんだかぽかぽかもふもふ、ですか <laughs> みんなもそう言っていますね。ちょっと恥ずかしいです。ううん、気に入ってくれて本当に嬉しいです。人通さんはいつも知的ですごく頼りになります。私も人通さんのようになれればいいな。指揮官、 次の戦闘は機関を私に任せてもらえませんか私、もっと頑張ります指揮官とみんなの幸せのためにみんな、私に抱きついたりもふもふしたりすると、お風呂に入ったみたいに疲れが取れて、風邪も治るって。そ、そんなことはないですよねん 私の尻尾でサワサワしたいですか <laughs> ど、どうぞ。指揮官。今はお仕事の時間ですよ。輸送任務なら手伝えるかもしれませんけど、他は。というか、毎日ここまで多くの任務をこなせる指揮官、本当にすごいです。 しましたお疲れ様でした。さあさあ、遠慮せずに、この大きいもふもふを枕にして、休んでください。指揮官、新しいメールが届きました。今取ってきますね。幸運を信じて。指揮官、先頭お疲れ様でした。早くこっちに座って。もみもみします。肩を。 指揮官、委託からみんなが帰ってきました。私、疲れたみんなを手迎えに行きます。暖かいハグで暖かくて、ホッとする感じ。これが今日か。指揮官、ありがとうございます。期間ですね。よーし、任せてください 気づいたら MVP になっちゃってました。が、勝てたのはみんなのおかげです優秀な機関になるには、まだまだ頑張らないとですね。まずは来撃戦車ですね仲間たちがまだ戦っていますから、倒れるわけにはいきません指揮官、悩み事がありましたら、 私に相談してください。待っています。ずっと、ずっと。ムツキ型のみんな、ふわふわしててかわいいです。この母校にいると幸せな気分になりますね。私の尻尾はあったかくてポカポカだけど、若葉ちゃんのはもふもふというよりツヤツヤですよね。 初島ちゃんのちょい細いなと、島風ちゃんのひょいとしかないなと。うん。いろいろありますよね。親潮ちゃんに教えてもらったまじない。確か。まーる。うん。指揮官の額にこうまるーっと書けば、恋愛運も上がって幸せになれるっぽいです。まだ幸せが足りないですか こうなったら最終手段です。こう、幸せを直接指揮官に。じゅっえっと、指揮官とは、もうすごく親しくなったつもりでしたけど、やっぱり緊張しますね。ど、どうしましょう。あ、とりあえず、モフモフに捕まってて 一緒に戦えて光栄です。これに着替えると指揮官もきっと幸せになるって、明石から押し付けられたけど、どうですか今日も指揮官とみんなの幸せのために頑張りますようんいつか母校中が幸せになると信じて みんなを幸せにするためのメイドさん、私もやってみたいです。今は、もうちょっと頑張らないといけませんね。初めての手作りお菓子、いかがですかもっと食べたいですかはい今作ってきますロイヤルメイド隊を見習って、二水泉メイド隊を作ります ってのはどうですか指揮官。長波に出会ったら幸せな気分になるって、また変な噂。指揮官もそういうのでしたら。<laughs> 私、信じてみますこの格好で平然とお仕事するなんて、本物のメイドさんは違いますね。指揮官。 せめて、このトレイだけ置いたから。あ <laughs> 転んじゃう指揮官。い,いえ、ご主人様、お帰りなさい。お菓子を食べたり、もふもふして横になったり、どちらでも大丈夫です。指揮官から幸せな匂い。うふふ。わかります。あれ 私の幸せですかえー、っと。じゃあ、ちょっと近くに来てもらって。も、もう少し。